Yo. Kiryu. Ito-san. Nanda, ama kino ne henshi yagatte. Kyou wa Yoshino no Miyuki no utage datte no ni yo. Oharu no koto kini shiten no ka? まあ、お前さんが家から帰ってきた時にはもういなくなっちまったからな。お前、あれからずっと探してたのか。ああ。今日の街の隅から隅まで。で、結局いなかったわけか。遥かの姿を見たってやつすらいなかった。 春香のやつ。まあ、きっとお春のことだ。初めてこの町に来た時みてえによ、元気に頑batってんじゃねえのか。ほら、今夜はとりあえずお春のことを忘れて、とことん飲もうぜ、おい。お前とヨシノの門出だ。こいつや馴染みの連中が釣り合いだ待ってる。ん？そろそろ行こうぜ、キルよ、おい。 Hello, this is Egomaniac, and welcome to the final chapter of Kenzan. Now, Ito says that Kiryu bought Yoshino's contract, and that they're going to be married. But we've also learned that Haruka has disappeared in the last week sometime. Well, anyway, I'm sure all that will be explained more. But this is the last truly free evening time in the game, so if there's anything at that time that you want to do, this would be the time to do it. And when you're ready, just come up and visit the Tsuruya. しかし不思議なもんやね。まさかあの遊び人の旦那がヨシノを見受けするなんて。500両なんてお金どうやって稼ぎはった？まあ、コツコツ貯めただけさ。旦那って実は真面目なんやな。せやけど、こうしてヨシノの舞を見られるのも、これで最後やね。
おはるが追ってくれたら一番良かったのにな。なあ、おかみ。ん？あれから、はるかの行方は分からないのか？全く分からんわ。まあ、あの子は一度身請けを断ったとはいえ、店がお金を預かった以上自由の身や。うちらも無理に探すことはできへんのや。どうして、どうしてはるかはこの町を出て行ったんだ？なんや、旦那聞いてなかった？ああ。旦那案外鈍感なんやね。え？おはるは旦那が吉野を身請けするって知って身を引いたんや。じゃあはるかは俺と吉野の邪魔になると思ってこの町を出て行ったと。そうや、おはるも一人の女やったちゅうことや。よしの、ほら飲め飲め。よかったよかった。遠跡を抜け出て一人、夕涼みか。小次郎、久しぶりだな武蔵。お前何をしにここへ？お前に会うためだ。一度こうして差しで話がしたいと思っていた。何を言ってるんだ。まあそう喧嘩腰になるな。今日は俺も丸腰だ。お前と今戦う気はない。話というのは？親父には会ってきたのか？ああ、5年前の真実、お前の正体全て聞いた。そうか。それでお前はどうするんだ？何がだ？俺ともう一度戦いたいと思ってるのか？いずれ時が来れば。だが今は戦う理由がない。ではもし遥かという少女の運命がかかっていたとしたら、お前はどうする？何？遥かだと？そうだ。今彼女は我々のもとにいる。天界の指示によってな。何をする気だ？遥かを殺す気なのか？違うんだ。もう彼女は殺されない。その逆だ。どういうことだ？天界は彼女の血筋を利用し新たな計画を考えている。遥かの血筋？天界は結城秀康の血を継ぐあの少女を利用し秀忠様を失脚させる腹積もり。まさか謀反を起こすと？5年前の関ヶ原、天界は俺や丸目、そしてお前を利用し自分に都合の悪い結城秀康を始末した。計画はまんまと成功。秀忠様は将軍となり、参謀役の天海はまだ若かった秀忠様をたぶらかし幕府を意のままに動かした。だが徐々に秀忠様は
兄上の死に疑問を抱くようになっていった。そうか、それで天海は秀忠を切って新たな将軍を据えようとしているのか。だがそのためには大義名分が必要だ。そこで天海は徳川幕府の正統後継者の血筋を求めた。それがあの少女というわけだ。それで遥はお前たちにさらわれたというわけだな。ああ、お前の身が危険だと言ったらすぐに町から飛び出してきた。自分がさらわれるとも知らずにな。手荒な真似はしていない、安心しろ。遥は今どこにいるんだ。長門の国、陸から一里離れた孤島、そこにいる。その島の名は巌流島、我らはそう呼んでいる。巌流島、もしお前があの娘を助け出したいと思うならその島へ来るがよい。では。待て、どうして、どうして俺にそんなことを教えに来たんだ。どうした、黙ってないで答えろ。俺が柳生宗則として生きていくためだ。そのために宮本武蔵、お前を倒す必要があるのだ。俺は柳生家を再び藩として再興させたい。俺が手に入れようとしているのは剣ではなく政治の力だ。知っている。お前はそのために天界の影、佐々木小次郎として生きている。そうだ。だが藩を再興させるためには俺は柳生宗則として鬼にならなければならない。鬼？ああ、本当の俺はまだ鬼になりきれてないのだ。あの遥かという娘に剣を向けた時、俺はそれを悟った。かつて丸目があの娘を取り逃した時も心のどこかでは安心している自分がいた。俺は鬼になりきれてないのだ。どうして、どうしてお前はそこまでして。それが私が自分で決めた生き方だからだ。私は剣聖柳生石秀斎の子として生まれ、剣の道を生きることを宿命づけられてきた。柳生宗則は剣士として育った。そして私は天界と出会い、自ら剣を振るい天界を支えてきた。そして私は見た、天界が己の野望のために鬼と化す様子を。そしていつしか私の心にも野心が生まれ、それが己の野望となった。それが柳生家を藩として復興させることだと。その通り。そのためには天界のように鬼のごとき心を持つ必要がある。自分の野望のためにはたとえどんなことでもやり遂げる鬼の心をな。しかし私も剣士の宿命を持つ身、野望のためとはいえ剣を捨て去ることはできなかった。そのために私はもう一人の自分を作り出した。それが佐々木小次郎。皮肉なものだ。本来は剣士のはずの柳生宗則は政治に野望を抱き、剣士としての生き様は己と違う名に預けてしまったのだからな。
だがその名があったからこそ私は天界のもとで剣士として戦うことができた。そうやって自分を保ってきた。だがその生き方は終わらせなくてはならない。つまりお前は宮本武蔵を倒して剣士としての自分を完全に捨てようとしているんだな。そうだ、私は剣士佐々木小次郎としてお前を倒し剣士としての心を捨てる。そのためにはお前という最強の相手が必要なのだ。なあ小次郎、お前本当は剣士として生きたいんじゃないのか。お前は本心ではもっと剣の道を極めたいと思っているんじゃないのか。お前自身そのことに気づいているからこそ。黙れ、お前に俺の何が分かるというのだ。とにかく私はお前と戦う。お前の戦う理由がたとえあの娘であったとしてもな。宮本武蔵、巌流島でお前を待つ。さらば。Man talks sense. This is a false choice, obviously. Even if you say, I'm not sure, Ito will say, oh, I know you, you're gonna go anyway, aren't you? Hint, this means it's the last chance to take care of anything you missed. Or it will be in a minute. Ha!
Alright, now it's time to go and take care of anything you missed, if you did. But again, it's only nighttime, and we had an evening instance earlier in this chapter. So, if you wanted to do something that can only be done in the daytime and you waited this long, well, I guess you're SOL. But we have done everything. All side quests, all secrets, all training, etc., etc. So all we need to do is go pay that visit to the blacksmith. I suppose it just wouldn't be a Yakuza game without Haruka getting kidnapped multiple times. So, this is actually pretty light for most of the series. I mean, so far I think the count is 2 successful kidnappings and 1 unsuccessful one. But, well, I think the first game she got kidnapped 4 times or something. Well, there's nothing special going on out here, but there is still the patrolling magistrate, so you want to watch out for him. He can spawn in unusual places. Do my best not to run into him, though. Whoa. Is it really that surprising? I mean, it seems like everybody knew Musashi's secret identity. And Ito's sword is called the Kuji Kanesada. And Kanesada, of course, was the smith. And since this blacksmith said that he made it, I guess he must be Kanesada. There's a description, an explanation, and a shot of it in the post accompanying this update as well. So now to return to the Tatsuya. And once we do, it is time for the end game. But all of that will take place in the next and final main update. So, until then, well, see you next time.